はい、では第1試合で勝利しました、山科直美選手の、インタビューとなります。おっす、おめでとうございます。おっす、ありがとうございます。率直な今試合終わっているから感想をお願いします。おっす、おっす、板橋くんやりますが来ました。ウォンバットこと山科直美でございます。で今日の試合は、ありがとうございます。今日の試合は、まあ、倒したいかったんですけど、また判定になってしまったっていう感じですね、率直な感想は。おし、デビュー2戦目っていう形になりましたけど、おし、前回と自分を比べてみてどうでしょうか。前回の方が、なんですか、冷静に戦えたかなと思いますね。最初の左のミドルキックで思い切り効かされてしまって、そこでちょっと最初サウスポーって思ってちょっと焦っちゃって、そこからちょっと崩れた感じですね。2ラウンド目からは、ボディ効かせたと思うんですけど、手応えとしてはどうでしょうか。そうですね、相手の杉山選手の映像を見させてもらって、ボディちょっと効かせるというシーンがあったので、まあ、作戦が一つに入れていたので、それは出せたので良かったと思います。今日、戦ってみて、まあ、そのボディもありましたけど、こう判定勝ちにつながったポイントっていうのは自分の中ではどうでしょうか。おし、まあ、やっぱり極真空手の下がらない前に出る良さがすごい出た試合かなと思います。おし、おし、そうですね、南原選手も先ほど勝利となりましたけど、やっぱり先に試合をしたもどうし、プレッシャー少しありますか。特にいや、プレッシャーとかは特になかったんですけど、やっぱチームで勝てたのですごく良かったです。おし、今後の目標を教えていただければと思います。おし、今後の目標は、まあ、フェザー級、今日も、あ、今日は違う、平野選手とか一個上なんですけど、フェザー級の選手がすごい増えてきてるので、まあ、ライバルも増えてくるので、相手を選ばず組まれた試合をしっかり一つずつ勝って、チャンピオンの工藤選手に近づけるように頑張っていきたいと思います。おし、はい、最後に、ではファンの方にメッセージをおし、お願いいたします。おし、今日は応援ありがとうございました。また年内で一試合できればなと思うので、また応援よろしくお願いいたします。おし、はい、ありがとうございます。山科直文選手のインタビューとなります。ありがとうございました。おっす、ありがとうございました。